サディスティックキャンディーのゲームやるぞゆっくりく編ゆっくりくねえ、歯に正しく沿ってかけてた人のが点が加算されていくっていう感じですね。セランダムで、はい、これいきます。ブルーリボン受賞牛90秒、はい、左におじさんがいて右に牛がいます。右向いてる、右向いて左目で親、おじさん見てる。体は左なんだけど顔が右なの。辛い、まだもうね、90秒です。カメラに見せていただきましょう。お願いしますこの思うんですよね。いいんじゃないか、私のディレクションが。ああ自画自賛だな。これからかな。評論会を始めていきたいと思います。はい、まず1、牛には角が2本ある。あるけー。おー、牛の乳房、じゃあ牛の乳房が見えている。3番、農夫が両足に履いている靴の紐が見えている。4番目、農夫の口は開いているが歯は見えていない。開いてない。5番目、書かれている農夫の目は1つ以下である。農夫は牛の左側にいる。牛は鈴をつけている。8番目、牛の体に黒い模様が2つ以上書かれている。9番目、勲章にはファーストの文字が書かれている。最後、農夫が着ているシャツは格子模様である。うわー、裸。以上10点でございます。ちなみに正解のイラストがこちらです。いいよ。あ、そうだ、青いリボン賞みたいな。そう、ブルーリボン受賞牛。はい、というわけで皆さん何ポイントですか。2 3 4 3 1 3。あ、じゃあここはやった、素晴らしい。最終的には合計点でね、決まるんで、はい、覚えておいてください。はい、はい、クッキーがいっぱい、おいしい。いきます。クッキーズって大文字の英語で書いてある丸い瓶があります。襟ついてる、襟、あ、右側ね。右下の子がネクタイ、襟ネクタイ、うん、裸ネクタイ、だいたいそういう感じ。一番下にちっちゃめの子がいて、その子もセンター分けなんですけど、一人だけなんか不満そうです。ワンピース着た子がいるんですが、不満そうな顔しております。カメラの方に見せてください。いやだ、これ見せたくない。いやなんかちょっと水の寄せみたいなのがいっぱいいたな今な。クッキーって言ってるだろ。オッケー、みんな見せれたかな、はい、まず一番最初のポイントは、はい、ボタンが書かれていない人型のクッキーが2つ以上ある。ボタンがなければいいんでしょ。ボタンがなければいい。あ、まあ、私結構細かく言わせていただきましたから、ボタンがちょうど3つ書かれている人型のクッキーが1つある。人型のクッキーは全て両腕両足がある。完璧よ。スカートまたはワンピースを着ている人型クッキーがちょうど3つある。3つ、なんでこれ、ほうきだ、ほうきだ。ネクタイかリボンか襟が書かれている人型クッキーが3つ以上ある。人型の時点でもう曇り方もいろんなことが終わっている。あとはクッキーの容器よりも上にあるクッキーがちょうど2つある。続いて7個目がですね、クッキーの容器よりも小さい人型クッキーが描かれている。8個目が場面中のクッキーの容器に K の文字が見えている。9つ目が微笑んでいない人型クッキーが1つある。ああ、ありがとう。そして10個目が場面に描かれているクッキーの中で最も下のクッキーが一番小さい。はい、コンビ愛が。ということで皆さん今何点集まったでしょうか。合計点今ので、この今回のクッキーだけの9点すごい、9点。嘘、9点、1点、1点、0点はい、なるほど。ということでこちらが正解のものになっております。おー、あ、もう一緒じゃん。え、すごい、すごくない、すごくない、まあそんな感じで、じゃあ、はい、
ゃあ続きいきましょう。いきましょう。でん見せてください。はい、待って、審議審議。私その時さ点入ってないじゃん。